はい、こんにちは。ウェブビジチャンネルです。このチャンネルではウェブを使った集客、ビジネス、SEO、ウェブマーケターとしての仕事なんかを疑似体験できるような動画をお送りしております。で、今回はブログサービスのおすすめをプロが解説しますというテーマで、目的別におすすめのブログサービスについてご紹介していきたいと思います。で、目次はこんな感じになります。で、僕自身もともとアフィリエイトでお金を稼ぎたいというところから、ブログを作り始めました。で、今ではですね、その歴としても7年ぐらいなので結構長い方だと思いますし、今も現役でやってます。で、あとは企業さんの集客ですね、いわゆるそのコンテンツマーケティングっていう部分のためにブログのコンサルティングをやったりとか代行をやったりとかっていうのもやってます。で、企業さんの場合はブログというよりオウンドメディアという言い方の方が正しいかなっていうところもあるんですけど、やってることは結構同じような感じになります。で、この動画の対象としてはブログを始めたけどどのサービスを使えばいいか迷ってるっていう方で、特にブログを使ってアフィリエイトなどの副業をやりたいって考えてる方とか、小さな教室とかお店、あとはコーチ業をやってたりとかコンサルタントをやっていたりとか、占いとかいろいろ個人ビジネスをやられている方で集客にブログを使いたいっていう方に向けて、内容をお届けしていきたいと思います。で、そうですね、内容としてはブログを始めるにあたってどのような選択肢があるかっていうのを最初にご紹介して、その後にどのような基準で利用するサービスを選ぶかっていうところをお話ししたいと思います。で、最終的にはご自身がどの方法でブログを運営していくのが一番ベストかっていうところを決めれるぐらいのところまで持っていけたらなと思うので、ぜひ最後まで見てみてください。はい、ということでまず最初ですね、ワードプレスか無料ブログサービスかっていう、選び方のところなんですけど、ブログの始め方としてはこの2つが大きくあります。で、ワードプレスっていうものと、アメブロとか、あと最近だとノートとかのそういう無料ブログサービスですね。で、この選択肢になってきます。で、これどっちを選べばいいのかっていうところなんですけど、どっちの良し悪しもあって、結局目的によって決まりますっていう答えになります。そうですね、まずブログをやってアフィリエイトで稼いでみたいみたいな方とか、アドセンスで広告収益を出したいみたいな方はワードプレス一択という感じになりますけども、そうじゃない使い方で収益化以外のいろいろ目的があるっていう方は無料ブログもありかなっていう感じになります。で、そうですね、今はアフィリエイトとかやるかどうかは分かんないけど、後々やるかもっていう方もワードプレスがいいかなというふうに思います。で、理由は簡単でですね、無料ブログサービスの大半はその規約でアフィリエイトができなかったりとかいろいろ制約があるので、迷ったらワードプレスがいいんじゃないかなというふうに思ってます。はい。で、そもそもワードプレスと無料ブログサービスの違いがよくわからんという方も結構いると思うので、その辺から解説したいと思うんですけど、例えるならですね、ワードプレスでサイトを運用するっていうのは、自分で買った一軒家に住むみたいな感じで、無料ブログサービスは、賃貸のマンションに住むみたいなイメージになります。で、ちょっと何のこっちゃわかんないかもしれないんですけど、要はワードプレスっていうのはその全部自分のサイトもそのサイトの中身も全部自分のものになるんですね。で、無料ブログサービスっていうのはそのブログを運営する会社の一部のその部屋を借りてるだけみたいな感じになるわけです。で、なのでそのもし自分の一軒家だったらその家を改築しようが、お店をやろうが物を売ろうが別に基本的に何をやってもいいわけですよね、自分のものなので。でもその無料ブログサービスになるとそのマンションやアパートのその賃貸で、借りて住んでるわけなので、そのアパートのそのオーナーさんの意向によってその規約がいろいろあったりとかするわけですね。そもそもこう商売やらないでくださいねとか、勝手に中をこういじくっちゃダメだよみたいな感じになるわけですね。で、最悪の場合ですね、そのじゃあ例えばその、アパートのオーナーさんが変わって、もう全く別の大きいビルを作るからこのアパートを取り壊しねっていうふうになると、全員退去みたいな感じになると思うんですよね。で、そういうことが実際にその無料ブログサービスに間借りしてブログ運営していると、そういう運営の方のその運営会社の意向によってこう、いろいろ
まあ、トラブルじゃないですけど、その、まあ、例えばブログがこう消えちゃったりとか、まあ、そういうリスクがあるわけですね。で実際ですね、その Yahoo ブログってちょっと昔あったんですけど、まあ、そのブログサービスが終了したっていうことが過去にあって、でそこでブログで記事を運営してた方は、あのせっかく書いた、まあ、せっかく書いた記事とか中身とかがそのサービスと一緒に全部なくなっちゃうっていうことがありました。でこれ実際僕の知り合いもあの Yahoo ブログで記事書いてた方いたので、まあ、当然そう自分がこう、ね、何年か書いてきたコンテンツが全部なくなっちゃうっていうので、まあ、結構へこんでる方を見たりとかしてるので、まあ、そういうリスクもまあ頭に入れておいた方がいいかなというのがあります。で結局はですね、その運営会社側のこう都合でいろいろ規約が変わったりとかするので、まあ、例えば最初あのアフィリエイトいいよって言われてだとしても途中で何年か経ったら規約が変わってアフィリエイト NG になったりとか、まあ、そういうことがこう起こるのがやっぱりこう人の、場所を間借りしてるっていう状況になるわけですね。なので、まあ、結局そのブログいろいろ運営するんだったら、まあ、そういうリスクとかいろいろ考えたら面倒なので、どうせやるなら、まあ、ワードプレスっていうその自分の一軒家みたいなやつを持って、あのそういうリスクなしの状態で自分のもので運営した方がいいんじゃないかなっていうのが、まあ、僕の個人的な意見にはなります。で、ちょっと前まではその、まあ、ワードプレスそのサーバーの設定だったりとかそういうところが難しいからアメブロでやろうかなみたいなパターンも結構多かったんですけど、まあ、今は結構技術も、ね、発達してて、あの結構何も分かんない人でも、まあ、10分ぐらいあればワードプレスの、サーバーの契約から、まあ、ドメイン取ってワードプレス立ち上げっていうのを、まあ、10分ぐらいであの見ながらやったらできたりとかするぐらい簡単になってます。なので、まあ、詳しいやり方はちょっと長くなるので、まあ、言わない、あのこの動画ではあの割愛するんですけど、まあ、僕の動画の別のところで別の動画で解説したりしてるので、まあ、気になる方とか興味がある方はあのそちらをチェックしてもらえたらなと思います。はい、じゃあ無料ブログは全部ダメなのかっていう話になっちゃうと思うんですけど、全然そんなことはなくてですね、無料ブログにはあのワードプレスにないメリットがあったりします。ちゃんとあのなのでその目的によっては無料ブログがいい場合ももちろんあります。で無料ブログのいいところっていうと、まあ、ざっくり2つ挙げられるかなと思っていて、まあ、1つは SEO で上がらなくてもブログサービス内からアクセスが来るっていうところですね。でもう1つはその SEO を気にしない記事っていうのもガンガン書けるっていうところになります。ちょっとこの辺詳しく深掘りしたいと思うんですけど、まず無料ブログサービスだったら、まあアメブロならアメブロ、ハテナブログならハテナブログ、まあノートならノートっていう、まあ、それぞれそれ自体を見てるユーザーさんっていうのが一定数いるんですね。なので、ノートならノートを見てるユーザーさんっていう層のアクセスが入って、まあ、そういう方に見てもらうっていうことができます。まあ、これが一個メリットですね。でどういうことかというと、その、まあ、例えばアメブロ内とかノート内であの別の方の記事を読んでて、そこにこうおすすめで表示されたりとか、あとはまあそもそもノートのトップページに行ってそのおすすめのとこに表示されてたら、そこから人が入ってくるみたいなことがあるわけですね。で、ワードプレスでサイトを運営するっていうと、まあ、基本的にはその検索からあのアクセスを集めるっていうふうに考えることが、まあ、一番主流かなと思うんですけど、まあ、それをやるのであればその Google でこうある程度上位表示して、そこから検索からアクセスが来るっていうのが必要になるんですけど、まあ、それができるまでゼロから立ち上げた場合その数ヶ月とかかかる時もあるんですね。なのでその無料ブログサービスをに、ブログをそこで立ち上げると、まあ、人に読んでもらえるのが早いのはそっちの方だったりします。なので、まあ、例えばその自分が読んでほしい相手、自分がこう、まあ、商売だったらこう集客したいターゲットになっているようなお客さんとかが、じゃあ例えばアメブロにをたくさん読んでいるような客層だった場合はアメブロでやった方が効率がいい、手っ取り早いっていうふうになります。で、もう一つなんですけど、 SEO を気にしないでいいっていう点も結構大きいです。例えばですね、あの僕も個人的にこうノートを書いてたりするんですけども、ここで書いてる記事っていうのはあの僕が普段運営している別のサイトとか自分の会社のホームページとかで、そういうところでこう SEO で狙うようなキーワードと関係ないことを書けたりするわけですね。その自分の、まあ、今の思いとかこう考えてることとか、そういうことをこう自由に書ける場として僕はノートを使ってるんですけど、
まあ、ちょっとこれはですね、SEO の部分になるのでちょっとマニアックかもしれないんですけど、その検索エンジンでこう上位表示する時の、その SEO の考え方の一つに、その関連性っていう評価項目があるんですね。でそれは要はどういうことかっていうと、そのブログとかホームページの本筋のテーマとかけ離れた記事が出てくる、記事が増えてくると SEO 的にこうマイナスになるっていうところなんですね。これ結構注意しないといけないところで、例えば僕がタカちゃんピアノ教室っていう、まあ、音楽教室を自宅でやってたとします。まあ、弾けないんですけど、まあ、家庭でタカちゃんピアノ教室っていうのをやってたとして、そしたら、僕がどう思うかっていうと、そのピアノ教室なんとか地域名とかで、上位表示して、そこからお客さん来てほしいなって思うわけですね。で、そのタカちゃんピアノ教室のホームページに、まあ、ブログ機能をつけてだとしたら、そこにはこうピアノとか音楽に関するテーマの記事コンテンツを上げていった方が、その目的を達成しやすいわけです。でここに例えば僕がこうちょっとワードプレス勉強したからワードプレスについて書いたりとか、ブログ運営ちょっと大変だなみたいなこと書いたりとか、まあ、家で飼ってる犬の話書いてみたりとか、子育ての悩み書いてみたりとかっていう記事をたくさん入れていると、Google のその AI ですね、まあ、アルゴリズムのって言いますけど、その Google の検索エンジンのその機械が見た時に、あれこれなんかピアノ教室っていうタイトル の, ブログなのに、なんか全然関係ない話ばっかり書いてるなと。で何のサイトかちょっとよく分かんないから、その、まあ、順位を上げていろんな人が見た時に、なんかもしかしたらちょっとクレームっぽくなるかもしれないから、まあそうなる前にとりあえず順位下げてもう見られんようにしとこうというふうな感じになるわけです。要は何のサイトかよく分かんないから、なんかよく分かんないからリスククレームにならないように、まあ、下に落としとこうみたいな判断がされるわけですね。なので、まあ、僕自身もその運営してるサイトたくさんあって、クライアントさんのサイト、企業さんのサイトだったりとか、自社で運営してる、まあ、ブログサイトがあったりとか、自社のホームページがあったりとか、いろいろあるんですけど、まあ、そこにはその自分の子育ての悩みとか、自分のこう将来どうなりたいなとか、そういうことは書かない方がいいわけです。そのそれぞれのサイトに本筋のテーマがあって、それとずれているわけなので、ということで、その、まあ、とはいえじゃあ検索と関係ないこともやっぱりこう発信したいことってたくさんあるので、で僕はそういう SEO とはSEO で上げたいキーワードとちょっとこう違う別のテーマの話は僕はノートにこうまとめて書く、検索に対する記事じゃないんだけど自分が発信したい記事っていうのは、そういう無料ブログサービスで書くっていう風な使い方をしているわけですね。はい、ということで、選ぶ時のポイントをざっとまとめておきます。で一つ目のポイントはアフィリエイトなどの収益を目的としたそのリンクを貼るっていう行為をまあ、やるかどうか、アフィリエイトやるかどうかということですね。で2つ目がその読んでほしい読者さんが集まってるような無料ブログサービスがあるのかっていうとこですね。この2つの視点で判断すると良いかなと思います。で基本的には、自分の持ち物になって規約の変更とかいきなり終了したりとかそういうリスクがないワードプレスの方が、基本的にはおすすめです。でも まだ始めたこともないし、とりあえずブログ挑戦してみたいし、まあ、お金はちょっとかけたくないなと、まあ、まずはノートとかアメブロとかから練習してみたいなっていう考え方の方は もちろんすごく無料ブログサービスも おすすめです。なので、まあ、そのあたりの目的によってこう判断してほしいなというふうに思います。はい、というわけで、ここからはですね、無料ブログサービスを使いたい方に向けて各社の特徴を簡単に解説して終わりたいと思います。ちなみにですね、まあ、無料ブログサービスの特徴とか規約っていうのはいろいろ変更になったりとか細かい部分でなんかこういろいろ仕様があったりとかして、ちょっと僕が今把握している範囲でお話しするので、もしかしたらちょっと間違ってる部分があったりとか変更してる部分があるかもしれないんですけど、まあ、現時点で僕が分かってる、僕が知ってるっていう情報をお伝えするので
細かいところ、最終的な細かい判断というか細かい部分は公式サイトの方で確認してください。一応ざっくりとした特徴をお話しします。はい、で一つ目ご紹介するのがハテナブログですね。多くの人がワードプレス以外のブログサービスでハテナブログ使っている方は結構いると思います。で、理由が、理由としてはこう特徴がいろいろあって、ブログ初心者でももうかなり簡単に使えるっていうのと、アフィリエイトができるというのと、ハテナブックマークという機能が人気なの と、有料プランにすれば独自ドメインが使えるで、そうですね、みたいなことがあります。で特に、ハテナブログの特徴としては、ハテナブックマークという独自 の、 コミュニティというか、そういうのが、そういう機能がついているというところで、他のブロガーさんとかとそのハテナブックマークの中でそのつながりができたりするので、立ち上げ初期からこうアクセスが来る可能性があるっていうところで結構人気のポイントですね。こう初めてすぐに人が読んでくれるっていうのは大きい魅力になります。この点はもう当然ワードプレスで独自のサイトを作るときにはないメリットなので、立ち上げ初期からこうやっぱり人に読んでほしいなっていう方はハテナブログ、いい選択肢かなと思います。ただもちろんデメリットもあって、そのデザイン的な部分がいじれないとか、そのカスタマイズがなかなかできないとか、容量とかちょっと広告が表示されたりとか、無料プランで独自ドメインが使えないとか、いろいろあります。なので、そうですね、無料プランでとりあえずお試しでやってみてもいいんですけど、中長期的には有料プランが使いたくなるかなっていうところはあります。で有料プランにするんだったら、もうせっかくお金かかるんだったらワードプレスがいいんじゃないかなっていうところはあるんですけど、とっかかりとして早く読んでほしいっていう方にはおすすめです。はい、次に紹介するのがアメーバブログですね。アメブロってやつですね。芸能人の方のブログとかでよく使われているので、知ってる方も多いと思いますけど、そうですね、スポーツ選手とか、著名人がよく使ってます。で、メリットとデメリットをちょっと考えてみたいんですけど、アメブロのメリットとしては、一つは無料で使える、で二つ目はアメブロのユーザーが多いっていうところですね。やっぱりその芸能人の方を見てる層とかもたくさんいるので、アメブロ内にもうすでに人がたくさんいるので見てもらいやすいっていうところがあります。で、SNS っぽい感覚で、ブログとワードプレスのブログと SNS の中間ぐらいな感覚で使えるのが便利かなというふうに思います。でそうですね、さっきも言った通りユーザーも多いですし、足跡機能とか、フォロー機能とか、SNS っぽい機能もあったりとかして、そのアメブロ内での、人の行き来っていうのが盛んなので、そこで自分のものが見られるっていうメリットがあります。でこれも、さっきのハテナブログと一緒で、初動でアクセスを稼ぎたいなという人はアメブロめちゃくちゃいいと思います。で、はい、次ご紹介するのがライブドアブログですね。メリットデメリットがいろいろあるんですけど、大きなメリットとしては、先ほど、ずっとそうなんですけど、無料で使える、ブログのデザインがいろいろある、LINE でブログの更新通知が受け取れるっていうところがあったりとか、あとアダルトのコンテンツが、可能っていうところですね。その辺は特徴かなと思います。で LINE で通知が届くっていうところは他のサービスでは見かけない機能なので、結構特徴的かなと思います。ただお気に入り登録をしたりとかする必要があるので、めちゃくちゃこうメジャーにみんな使ってるかっていうと、ちょっとあれかもしれないですね。ただ、別のところでいくと、そのアダルトコンテンツも利用可能な結構数少ないブログサービスなので、そっち系のコンテンツとかブログを運営していくっていう方はいい選択肢になるかなというふうに思います。でデメリットの部分でいくと、デザイン性、スマホ版の方がデザイン性が低いというかっていうところと、スマホ版の広告が削除できないというところがあったりします。ちょっとこの辺多分こう仕様が変わっていったりとかすると思うんで、最新の情報は公式のところで見てもらいたいんですけど、最近はスマホからのアクセスっていうのも結構多いと思うので、スマホのユーザーが多そうであれば、他のブログサービスもこう検討した方がいい、その総合的に判断して選んだ方がいいかなというふうに思います。はい、で最後にご紹介するのがノートですね。これ僕も
今結構使ってるサービスになります。で、まあ、ちょっと一般的な無料ブログサービスとちょっと微妙な毛色が違うというか、まあ、ノートはノートっていうもうポジションを確立してる感じはあるんですけど、まあ普通のブログとして利用するっていうのも全然可能になります。はい。で、普通のブログみたいに使うっていうのももちろんできるんですけど、一番大きい特徴でいけばその有料で自分のコンテンツを販売することができるっていうのがやっぱり一番大きい特徴かなと思います。で、そういうのも含めてノートのメリットでいくと、記事による収益化が可能で、 SNS 感覚で利用しやすいで、記事が拡散しやすいというところですね。まあ、やっぱり直接収益化することができるというのはもう一番大きい特徴かなと思います。で、まあ、最近はその SNS とブログの中間みたいな感じで使っている方も多いので、まあ、そういった意味でも気軽に始めれるかなっていうふうに思います。で、ノートのデメリットでいくと、3つぐらい挙げられるかなと思っていて、1つがまあアフィリエイトができないというのと、2つ目デザインのそのカスタムができないというところと、3つ目がその時系列でこう表示される、要はその人気記事が特別たくさん表示されるみたいな、そのおすすめとかなんかいいね数とかそういう仕様じゃないので、まあ、記事がこう新しいコンテンツにどんどんそっちの方が見られやすいっていう、まあ、記事が流れていきやすいっていうところがあります。なので、ノートはまあアフィリエイトにはおすすめできないんですけど、その独自のコンテンツを作っていきたいとか、まあ、ブログと SNS の中間で運営していきたいみたいな方にはもうおすすめかなというふうに思います。はい、ということでまとめですね、複数利用も OK、 目的に合った方法を選ぼうということで、ブログの選び方でいくと、まあ、大きく二軸あるかなと思っていて、一つが収益化をどうするかっていうところで、二つ目がそのアクセスをどういうふうに集めていくかっていうところですね。この二つの視点で選ぶことになるかなと思います。で、とりあえず気軽に始めたいっていうところ、まあ、まず練習してみたいっていうところだったら無料ブログでめちゃめちゃいいと思いますし、中長期的にも収益化を目指すっていうところであれば、やっぱりいきなりワードプレスっていう選択肢になるかなというふうに思います。で、ワードプレスを使ってみたい方は、まあ、始め方の動画、まあ、先ほども言ったんですけど別の動画で解説しているので、そちらを見てもらえたらなと思います。で、また今回ご紹介してない無料ブログサービスですね、楽天ブログとか FC2 とかシーサー、ジュゲムとか、まあ、グーとか、まあ、他にもいろいろあるんですけど、そのあたりについてはちょっと今回は割愛したんですけど、概要欄に貼ってある僕の書いた記事の中では特徴を解説しているので、そっちの方の特徴もいろいろ見てから判断したいという方はそちらをぜひ読んでみてもらえたらなと思います。はい、ということで今日はこの辺で終了にしたいと思います。このチャンネルでは、SEO だったりウェブを使った集客、マーケターとしての仕事なんかを疑似体験できるような動画を作って、皆さんの学びになればなというふうにやっておりますので、よかったらチェックしてみてください。気になること、知りたいことがあればコメント欄で教えていただければ、ニーズの高いものがあれば動画を作っていきたいと思います。ではまた次回お願いします。